毎度です。黒いキツネと白いタヌキでクイズをやっていきます。みんなに一緒に考えてください。はい、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、もういきなりいきますよ。今日はじゃあ3問ずつぐらい。3問ずつやっていきたいですね。はい。もう早速いっていいですか。いいですよ、いいですよ。じゃあ1問目。はい。はい、2人の姉妹が離れの小屋の掃除を母親から頼まれました。順調に作業は進み、掃除が終わると。顔の汚れていた姉は顔を洗わず、顔の汚れていない妹だけが顔を洗った。一体なぜでしょう。ああ、難しいですね。わかる？これは難しいですね。面白いですね、それ。そうでしょ？顔が汚れてる、うん、顔の汚れていた姉は顔を洗わず、はい、顔の汚れていない妹だけが顔を洗った。それはなぜ？二人の姉妹が離れの小屋の掃除を母親から頼まれました。順調に作業は進み、掃除が終わると、顔の汚れていた姉は顔を洗わず、顔の汚れていない妹だけが顔を洗っていた。それは何でやろうか。っていうのが問題ね。これはなかなか難しいですね。まあね、仲良し姉妹なんだろうけど。まあちょっとそういうこう一見おかんが頼まれたことは重要ですか。おかんに頼まれたことは重要ではないです。ああ、ないですか。あ、まあただ離れの小屋やからもしも汚れてて、そう、汚れてるから顔は汚れてるはずなのに。そう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 、汚れてない。なんでその顔汚れてる方は洗わずに汚れてない方だけ洗うっていう現象に至ったのか、まあこれはちゃんと理由が。ヒントですね。ヒント、まあ、これも、まあ、想像してほしいです、はい、2人で掃除してた時に、うん、特にまあ鏡とかそんなあんまないかもしれないね、はい、そんな時にどこを見てどう判断するの。え、分かった分かった分かった、え、分かりました。クイズを。鏡がないっていうのは結構でかいですね。鏡、まあそれで今ちょっと分かった人がいるんで、あれですかね、うん、教えてあげたんじゃないかな。教えてあげてはない。教えてあげて、会話せずに暗黙でやってる。それ、そういうことですね、はい、お姉ちゃんの顔を見て、はい、いいですか、いいですか。いいですよ。お姉ちゃんの顔を見て、はいはい、うわ顔汚れてるわと思って自分が洗った。そういうこと。おら来たー。逆に妹は汚れてないから洗わなかった。そういうことですね。これは簡単っすわ。簡単、分かってんかって。あ、ヒントでね、分かったけど。ちょっと都市伝説系ですね。まあ都市伝説かどうか分からへんけど。面白いですね。今のはいける。いいっすね、いいっすね。今のはいけるな。もう一個、はい、もう続けてポンポンと。2問目ですね。2問目いっちゃいましょう、はい、これもね、古典クイズ、古典的なやつで、これ結構あの有名かもしれないけど、はい、わかるか教授は、わかるか教授、わかるか教授ね、はい、新種の細菌の研究をしていた、はい、その細菌は1匹がちょうど1分で2匹に分裂することがある、うん、そこで教授はこの細菌何匹かを試験管に入れて観察していたところ、ちょうど70分で試験管の中が満杯になった。ではこの試験管が空の状態からちょうど半分になるのは何分後であるか。細菌が、うん、1分で。これは数学ですか。数学というかね、結構簡単に70分でいっぱいになるんですね。そうそうそう、その試験管、そう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 、それが半分になるのは何分になるのかってことですね。そう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 、1分で2匹分裂するんですよ、うん、1匹ピョンと入れたら何匹になったかっていう話ですか、これ。細菌が、違う違う、細菌でちょうどその試験管が半分になるのは、うん、何分か、70分で満杯になる、うん、でも半分になるのは何分後っていう話。あ、半分はどれぐらいですか。そう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 、35分ぐらいですか。いや全然違う。1匹が1分で2倍になるね、はい、ほんなら2倍になったら次は1分経ったらそれが4倍になる、はい、でその試験管の大きさは今は分からへんけど、はい、70分で満杯になるっていうことだけは分かってる、ね、はい、数学ですか。数学というかね、まあ、僕結構あれですよ、数学結構あれやったんで5とかやったんで。別に何かの箱でもいいよ、70分でそれが満杯になるわけ。じゃあ半分は何分かでしょ。半分、その満杯になる前の半分でね、半分の時点では何分かで、1回目に1分入れてる。簡単。うん、簡単っすよ、はい、これ簡単でしょ、うん、僕結構数学いいんで、70分でいっぱいなんでしょ、うんうん、その半分でしょ、うん、69分うわ正解、これはね、結構ややこしく考えてしまうけど。簡単っすね。これすごい。
何でしょう、パッて浮かんだ、うん、もう食いそうな、食いそうやね、はい、じゃあ最後の3問目いきますか。3問目簡単なんだよ、今の簡単、もう3問目ね、難しいやつ掘り込んでもらわないと多分もうあれですよ、視聴者離れます、離れるかな、はい、まあ、日本列島の話をしたりとか、チリっすか、チリね、僕ダメですね、日本の都道府県名に使われている漢数字で、うん、一番小さいのは三重県の3ですが、はいはい、一番大きいのは何でしょうか。北海道でしょ。北海道はでっかいと言うてるばっか北海道の湖は北海道言うてるばっか言うてない言うてない言うてない三重県の3が一番小さい、はいはいはい、数字で一番数字で大きい、地理苦手なんですよね。何県とかで、まあ言ったら漢数字というかね、うん、まあそうでしょうね、うん、まあ大体、あ、そう、あ、これも簡単っすわ。え、なになに、一発で分かりました。そう、はい、え、一発ってちょっと考えるすぐっすわ。え、で、分かる、分かる。ちなみに何、パッと分かる、いいっすか、もう二人ちゃって、いいっすか、いいっすか、千葉、千、あー、ベタやな、それが一番多いと思う千でしょ、ええー、とこ来たと思っちゃうよな、まだあんねん、これは言い方っすね、これはね、あーちょ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 、オッケーっす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 、え、わかった、あ、わかった、外野の人はわかります、いや、僕もわかりますよ、はい、ちょ待ってください、え、うん、一番三重県の3が一番少ないですね、千葉県は1000やねんけど、まあもっとでかい、そうっすね、奥田県とかね、ないやろ、1000より上言うたらどうなる、万本県とかないの、ちょっと惑わさないですか、ちゃんと答えたいね、万本県なわけないでしょ、ないやろ、万本、え、ちなみにもうだいぶ確信してますか、あ、ちょっと、まだ行く、いや、キズガキ、いや、クイズ王なんで、クイズ王頑張る、これはね、やっぱ千葉っていう人が圧倒的に多い、そうですね、僕のデータ上は東京っすか、あ、お、え、どこ、うん、東京でしょ、理由は、うわ、まあ、それはね、大きいじゃないですか、何が大きい、建物、いや、そんなん言うて、建物誰も言うていいし、東京でしょ、東京はね、正解は正解です、あ、でしょ、理由が欲しい、あ、え、ちょっと、東京が、うん、それ、東京はもう正解、これは、はい、これは迷ってますやん東京の今日はどんな読み方がある、これちょっと荒れちゃいます、え、これはちょっと何、京都の京でしょ、あの京、これあれでしょ、京の次の一京でしょ、これはちょっと難しいっすよ、これ分かったやんな、京の数字使わないでしょ、使えへんけど一番大きいのはやっぱりもうそれぐらいね、何兆円とかでしょ、何兆円のもっと上ですよ、何京とか、何京とか言う、1億一十百千、うん、万億兆京、そう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 、それそれそれ、王冠生産、この京、この京、豪華車、葬儀、成田、不可思議、無料体質でしょ、無料体質、久しぶりに聞いたわ、これはダメですよ、京です、あ、京都ですか、京都も京、京入って、京入ってるからね、これはダメですね、僕はパッと出る人はでもやっぱり天才だと思いますよ、これが、いやいやいや、京が、京やな、いやいやいや、それはクイズとしないと絶対どこでもかちゃうと思いましたまたクイズ以外や、まあまあこんな感じでこんな感じでちょっとじゃやっていきましょうか、やっていきますんでね、終わりました、ぜひどうも応援してください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。